はい、皆さんこんにちは、ピカです。ワンピース海賊無双、続きやっていきましょう。第2章第1話、始まりの地へ。海賊王の船員だった過去が明かされ、伝説の海賊として名を馳せていたバギーは、意外な統率力で大海賊同盟を導き、新世界に君臨する大海賊白ひげと並ぶまでに成長を遂げていた。一方、白ひげはルフィたちと接触、ここに麦わら白ひげ連合を結成する。世界の勢力図は海軍本部、大海賊同盟、そして麦わら白ひげ連合の三勢力が張り合う構図になりつつあった。白ひげ海賊団のマルコを迎えたルフィたちは、消えた仲間を探す手がかりを求めて、事の発端となったパンクハザードに再び上陸、研究施設跡地を目指した。しかし世界政府はパンクハザードにいずれルフィたちが現れることを警戒し、厳戒態勢を敷いて待ち受け。だがこの雪なら身を隠すには都合がいいかもな。とにかくダイヤルを見つけた建物に近づいてみるしかないわね。俺たちがもう一度ここへ来ることは当然政府や海軍も想定しているはずだ。簡単に侵入させてはくれねえだろう。覚悟しとけよ。分かってる。ここで何か手がかりが見つかるといいけど。それは行ってみねえとわからねえが、俺たちには今のところここしか当てがねえ。さあ行くぞ。作戦目的、目標地点に到達せよ。総大将はブルックなのか。ナミを援護せよ。ベリー成長しとこう。調べるのは私がやるわ。誰か研究所の前まで護衛してくれる？じゃあ俺たちは退路を確保しておく。油断するんじゃねえぞ。守りますよ。侵入者だ。侵入者を発見したぞ。仲間を呼ばれると面倒だわ。敵は片っ端から倒していくわよ。よっ、
でただ変わればいいかったまで研究所前を確保する。分かった。守るよ。CP9 をぶっ飛ばせ。さあ、ここ占領できねえかな。
ね、ここ行かないといけねえのか、進まないのか。ナミは、ナミ今いない。じゃあなんとかナインを、 CP9 かぶっ飛ばしてきましょう。研究所の前を制圧しろ。おい、やばい、研究所前がやばいぞ。このキリンさん、軍を寄せしろ。あの方って
って誰のことだ。ブルックの配送に注意しよう。ブルックは研究所前にいたよね。スモーカー、海軍の手を借りるまでもない。俺が片付けて。チーター君、やべえ。この地は海軍が制圧した。いけ。この地は海軍が制圧した。下がりやがるな。やばいぞ。ひるむな。坂月元帥の到着まで落ちこたえろ。犬が自ら来るってのだ。早く引き上げねえとまずいことになるぞ。嘘、敵が増えてきたな。まだ戻ってきてねえのに。覚悟しろ。ダメだ。こいつ強かったな、ルッチ。Yeah!
正しくなけりゃ生きる価値なし。海賊どもが好き勝手に暴れちょるの。CP9 は何をしとったんじゃ。何もなかったわ。でしょ、今どうなってるの。なんと海軍元帥が現れたのです。急いで逃げましょう。はっ、敵を追いかけちゃう暇もありやすい。ここから攻撃しちゃるわい。赤犬流星火山。よし、バラバラになって逃げるぞ。うわ、これか。勝利条件変更。なんだ。ブルックラを援護し、南都砦まで、あこまで行けばいいのか。分かった。ここは無視して、あそこの砦を落とそう。このまま任務を放棄はできんぞ。軍を寄せしろ。こいつ、雑魚がなんでこんな強いの。これな、なんだこれ。よし。なんでこんなの。何人いるのこれ。
と鬼畜、鬼畜じゃねえかこれ。お前ら俺の冒険の邪魔をすんな。誰も助けに来ないってどういうことよ。覚悟しろ。なんとかなったか。ぶっ飛ばしてやった。あ、きちり取った。君はこうはいかん。海賊王にはなる。なんか2章に入ってからね、すんごい難易度が上がったような気がしますね。一生は楽勝だったんだけどな。ナミはここか。早く行くぞ。これ赤犬の仕業なの？マグマの雨だなんてむちゃくちゃだわ。逃がさんけの。ナイスボール。つもりじゃ。久しぶりに顔を見たくなってね。優作さんじゃないですか。まだまだ。少しの間相手をしてもらおうか。邪魔する気なら容赦はせんぞ。覚悟しろ。あれは青木じゃ。これで逃げられる。早く逃げろお前。ガボッツ・ガンダマン。
程度じゃ死なねえよ。頼むぞ。よっ、行くぞ。レイル。ブルックはいるの？もう行ったの？グーさんはいいんだよね、死んでもね。ここまで来ればもう大丈夫よね。よし、これで全員揃ったな。青切りが来てくれて助かった。なあ、どっかに行っちまう前に でも行っとくか。やったな。礼を言わねえとな。で、赤犬は一旦引いてくれたようだな。こっからは俺もお前らに同行しようじゃないの。あんたな、お前らの力を見くびってるわけじゃねえが、戦力は大いに越したことはねえだろう。俺もこの一件には興味があってな、昔のツテを頼っていろいろと調べてみたんだが、かつて世界政府はそのダイヤルについて極秘で研究を進めていたらしい。誰も寄りつかねえパンクハザードに研究施設を追っ立ててな。でもここの施設の中に手がかりになりそうなものは何もなかったわ。俺もついでに中を見てきたが、ありゃ先客に荒らされた後だな。先客？政府以外にダイヤルを狙っている者がいるってのか。そうなるな。ここがダメならこれからどうすれば。俺が聞いた話じゃ、ここ以外にもう一箇所研究に関係していた場所がなくもない。もう一箇所？大監獄インペルダウンだ。所長のマゼランにも詳細は知らせずに囚人を使って何やら実験をしてたってよ。よし、そこ行こう。待ってよ、大監獄よ。入れるわけないじゃない。仮に入れたとして、あそこの海流はまずい。ああ、大監獄を無事に脱出できても次に行き着く先は海軍本部マリンフォードだ。まあ、俺だって行きたくねえよ。やめとくか。何もしねえでブラブラしてても仕方ねえよ。俺は行く。はい、それでは今回はここまでにしときます。ではまた次回お会いしましょう。